これちょっと見ながらにしとこうね、ちょっと。はい、皆さん、こんばんは。始まりました、K プロ小島のズーム生配信です。この番組は毎日21時と22時からの2部構成でトークを配信する番組になっております。ということで、本日の22時は、ヤーレンズさん、リーダーの回です。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。はい、お願いします。ということで、毎週月曜日はヤーレンズさんに仕切っていただいてるんですが、本日もお目付き役で、エルシャラカーニセイワさんがおります。よろしくお願いしまーす。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。ズームさんですね。はい、ズームさんですもん。はい、本日のゲストはジェラードンの海野さん、お願いしまーす。お願いします。お願いします。はい、そして獅子頭の脇田さん、お願いしまーす。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。します。すごい、なんか、ちょっとね。セイワさん。はいはい。これ、結構謎でしょう、このメンツ。謎ですね。俺、脇田くんとは2月か3月にライブ一緒になったんで、だけども、俺多分ジェラードン一緒な、ちゃんと喋ったことないよね。そうですね。なんかで一緒になったかもしれんけど、ライブか収録か。吉本さん、うん、吉本では怖い人ってなってますよ。怖い人あ、でも、言われたことないよ、そんな。ね、怖い人ですよ。でもなっててもおかしくないですよ、そら。怖い人でよかったね。うん、もうこっちのライブ会話ではやばい人になってるから。よかった、まだ怖いでよかった。いや、びっくりだよ、それは、怖い人は。そっか、あんまりじゃあ、一緒に舞台になったりすることもないんですか、いや、じゃあ。ないかな。あれ、一緒なった、はい、テレビ、なんだったっけ、ボキャブラですか、ボキャブラですか、ボキャブラ。清和さんといえば、うん。応募はしたことあるよ。どんだけ昔からやってんだよ。出てないから、俺は。すいません。ボキャブラに、ネタってどうやって送ってたんですか、はい、あれは、ネタ思いついたら、紙に書いて、ファックスで送るのよ。はい、本当に、これはみんなそれでやったよ。多分、爆笑問題さんもファックスで送ってたんちゃうかな。すごいな。古っ。今、ズームで、ネタ見せとかしてるのにファックスですか、瀬尾さん。ファックスですね。はい、ひょろひょろ。あの時代は。時代ですからね。そうそう。どんどん送ってません。じゃあ、アリジェネかなんかで一緒なってない？違うかな？いや、なってます。でも。なってんだよね。K プロさんのライブに僕ら行くときってやっぱ、うん、僕ら一組っていうパターン多くて。うん、ああ、うん、なるほどね。で、うん、コント師より漫才師が多いイメージで。うんうん、確かに、うん。なかなか話す機会ががっつり。なくて。いや、ないよね。うん、ちゃんと喋ったことないと思う。そうなんですね。そうですね。うん。エルシャラカーニさん怖いっていうのはさ、どう映ってるのみんなに。ほんまや。セイワさんの年齢知った時にまずみんなびっくりして。そうね、うん。そうだよね。まあ年齢でね。そうなるよね、やっぱり。うん、まあ、はい、そうか。しょうがないね、じゃあそれは。で、多分今、アイコス座れてますけど。うん。うんちょっと前から多分、カール強いタバコを吸われてたんですよ、確か。うん、なんで、ね、カール強かったら怖いとかある？なんか怖くないか。確かに。ない。セイワさんって、吉本で言うと何期生になるんですかね？東京、まあ、多分1期とか。いや、なんもっと前じゃないですか？もっと前。え、何年デビューでしたっけ？コンビは97年。だけども、俺、コンビで聞いてないです。うん。俺は95年とか、6年とかぐらい。95年うん、5、6あたり。95年ってだって。なんか、極楽とんぼさんってそこら辺じゃないですか。いや、そこまでじゃない。いや、一期ではないでしょ、絶対。だって、品性さんがそんなわけないです。もうだって、うん。そうだね。一期やったら品性さんですもんね、だって。うん。はい。いや、一期ぐらいに、四郎が、あいつ三期とか、と一緒とか言ってたから。いや、四郎さん後輩じゃないですか。うん。四郎は97年だから、だから俺95だったとしても一期じゃないの。多分。いや、多分絶対違うと思いますね。いや、もうそうね。絶対違う。90、多分。てか、すごい、95か。吉本誰かな俺、ただ、哲夫君とか一緒っていう感じで喋ってる。笑い飯のですか。パンブーの。うん。じゃ、2期ぐらいですよ。え？東京で言う2期ぐらいですよ。2期かな、じゃあ。1か2かだと思う、多分。いや、そんな前からあるんだ、でも逆に。うん。NSC、東京。上だと思いますよ、瀬谷さん。大阪で言うと多分、相当上な人だと思いますけどね。
大阪、うん。二丁拳さんよりは後輩ですけども。でも、あれですよ、海野さん。この二丁拳さんとかぐらいの、まあ、芸歴のね、その一期とか言ってる人たちに、はい、ヤーレンズさんはガンガン言ってるんで、うん、海野さんも全然遠慮せず言ってください。そうですね。なんとなく空気感はわかりましたもん。早いんや。そう、ね。改めて芸歴聞くとめっちゃ上じゃないですか。そう。うん。めっちゃ緊張しますわー。せーわかったけど。おい、ちゃんとやんなきゃダメだぞ、お前。今確認したら、Windows と同期じゃねえか。え?Windows で、あの Windows。Windows と。その Windows と一緒デビューしたんですね。何これ一緒デビュー。俺、ビスタとか全然後輩なんや、ほんと。そう考えると、Windows 95がまだ稼働してると思うと、セイワさんってすごいな。すごいね。アップデートしないと。そうだね。いや、そうだしね。そう。Windows 95がもうサポートされてないからね、特に。壊れたらそこまでやもん、ね。そう、もう壊れたらそこまで。ね、確かに。これはでも、どういうつながりの、どういうくくりなの？これは、一応、ちょっとブッキングがバタバタして、そうなんですよ。急遽になっちゃったんですよ。曜日がわかんなくなっちゃったもん、こっちも。ああ、ほんと。昨日配信やったばっかりでね、俺らも。はい。で、今日急遽。で、僕の同期なんですよ、二人とも。そう。ああ、そうなんだ。気兼ね、割と気兼ねなく呼べて、まあでもそんなにこう、あんま K-Pro のこの配信、あんま出てないと思うんで。確かに、うん。そうですね。なんで脇田は携帯下に置いてんの？テーブルに置いてるよ。いや、これ、脇田と週一ぐらいでオンライン飲みしてるんですけど。うん、あ、そうしてんの？うん。脇田、毎回このアングルなんですよ。多分自分が一番かっこいいと思ってるアングルかわかんない。じゃあなんかね、つけんなよ100円ショップの、うん、携帯置くやつに置いてんだけど、うん、角度がこれしかできないのよ。だからむちゃくちゃ遠くに置くか。斜め。いいよ、それでも別に。上から湧きただよ。一番頭頂は見えないよね。ガウンと取られてるみたいな。パソコンでやったら古すぎて、ずっと変な音するんだって。うん、パチンパチンみたいな。そうだね。なるほど。あ、オンライン飲みなんかしてるんだ、やっぱ。同期とかで、うん、ちょいちょい。あ、そうだ、すいません。投げ銭いただいております。ありがとうございます。にゃんこ太郎さん、ありがとうございます。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 トイパンさんも、ありがとうございます。ヤネコさんも、ありがとうございます。エリッチさんも、ありがとうございます。小島さん、タレントじゃないですか、もう。え？そうなんよ。毎日やってるからさ、小島さん、一番、喋りが上手くなってんだよね。海野さんの前でこういうのやるの、ほんと恥ずかしいですよ、私。いやいやいや。吉本さんの前でやりたくないでしょ。吉本さん。吉本さんの前ではちょっとやりたくないですけどね。たくさんコメントいただいてます。うますぎる。あ、清和さん、95年デビューってことは、調べたら、次課長の井上さんとかいましたよって。実用化のファンと同期ですよ、ね。13期じゃん。めっちゃ上じゃん。13期生じゃん。いや、13はね、多分、学校入れたら先輩になる。学校。何でちょっとごまかす ?NSC って言って。学校。NSC。ほぼほぼほぼですよ。藤井ページがあれでしょ、13期でしょ、そうですよ。はい。で、ページは、俺同じ大学なんだけど、大学4年の時にも NSC 入ってるから、俺卒業してからだから、だからそれよりは1年下になるんじゃないかな。そんな昔の1、2年知らないでしょ。いやいや、いいよ、もうそんな。そういう話やったやろうが、今。いやいやいや。セイワさんも芸歴めっちゃ上でいいじゃないですか。なんで、みんなのめっちゃ上でいてくださいよ。いいけど。そうですよ。確かに。ほんとそうです。正確に聞くからさ。確かに。セイワさんがデビューした時私3歳ですっていうね、人とかもいます。ああ、そうですよ。なあ。ちゃんと自分の芸歴をね、分かっていただければと思います。はい、確かに、セイワさんデビューした時、僕、小1とかっすもん。95年だった。そうだね。確かに。そうか。そうか。もうだって。あれ、脇田君っていくつだったっけ？今年39になるとして。言ってんだ言ってんだよね。95年。先輩じゃないですか、ちょっと。違いますちょっと。95年デビューだったら、僕、小6でした。ああ、そう。脇田さん、あれですか？昭和56年ですか？ 56 年です。はい。じゃあ、私、同い年です。あら！え？はい。同い年です。マジですか？はい。
あの、小島さん、気をつけてください。そういうとこから脇田普通に口説きに来るんで。本当ですか？はい、私の同級生もこんな見た目なんですね。普通のね。いるから。今年だったらハゲてる人全然いるから。うん、でも本当に、さっきも言ったけどさ、やっぱ毛根って残酷だよね。うん、欲しいところに、欲しいところにいないんだよね、多分。そうね。家濃いな、下そんなに生えてるのに。そう、全部こっちに栄養が。ここで失業した人たちがここに集まって。最後よ。素晴らしいよね、ほんと。でも、横も伸びてるわけでしょ？横も伸びてる。あ、じゃあもう、ハゲ際立ってんだ。うん、後ろ見せて、後ろ。後ろ？後ろ。すごい。ああ、ちゃんと、うん、あすごい。ちゃんとしてるね。してますよ。あ、うん、ハゲがちゃんとしてるね。はい、そう考えたら、聖和さんはしっかりしてますね。うん、ハゲてないですね、全然。いや、俺、だから、ま、いつも言うけど、ハゲ始めたの、ね、1年ぐらい前から。脇田君、どう、あ、そっか、脇田君に聞いてもしょうがないんか。しょうがないことないでしょ。かなり年下ですから、ね、結果出してないからさ。いや、まあ、完全に始まってんだけども、何薬飲もうかどうか迷ってるんだけど、脇田君って飲んだ薬。僕の時はなかったんで。うん、そうなんだ。いつからハゲたの？いつからハゲたの？ 23 からハゲたの。まだないのか。一番髪欲しい時だよ。確かに。そう。だから、なんかその、今薬飲んでる人が効果出てるのちょっと腹立つ。腹立つか。科学の進歩がね。でも相方飲んでます、ね、今。あ、ほんと。そうなの？はい。ハゲ始めて。ハゲはね。はい。あの、確かにもうダブルハゲはもうダメだもんな、全然もう。うん。そうっすけど。飲んで効果出てるの？どうなんですかね、今飲み始めて多分1ヶ月ぐらいですね。ああ、まだそんなもんか。うん、私、あの、脇田さん、前のコンビの時に、あの、ケイプロのライブ出てもらったことあって、はい、その時に、あ、一回、はい。はい、あの、ベガ君のライブ、ね、はい。ああ、そうです、そうです。はい、VGM だ。そう。小島さん、それなんですよ、今日。え？ん？もうこうなったら、その、はい、V ゲームで呼ぼうと思って、ベガに声かけたんですよ、今日。そうなんだ。そうだ。V ゲームのメンバーだ。そう。ベガ今日誕生日なのに、深夜のバイトだって断ってきたよ。あいつ。そうだね。ふざけんなよと思った、あいつ。クロアリのベガね。クロアリのベガくんは。私もだって俺、そのライブで、その、はい、それこそ横浜ホームランと、ジェラードンと会ったんですよ、うん、初めて。そうですね。そうなんだ。うん、そうですね。そう。だから、付き合いはめっちゃ古いんですよ。俺、上京してすぐぐらいに出た。うん、うん。確かに。うん、いやー、奈良さん、ベガさん、そういうとこっすよね。うん、なあ、ほんとそういうとこなんだ、あいつ。確かに。夜勤入れてんだよ、こんな時に。確かに、ベガ君はほんとそんな感じだな、もう。古い、私も相当古い付き合いですけど。そう。うん、だその、うん、そのライブの振り返りとかできたらよかったんだけどね、と思って。もう、そうですね。が、うん、誰も喜ばないでしょうけど。そうなんですよ。ベガ君知ってる人からコメントとか欲しいですね。ちょっとベガ君のとこ、ね、あ、そう。だからこのメンズ見て、はい、このメンズ見て V ゲームだとか思った人は相当なファンですよ。いねえだろ、そんなやつ。いるか。確かに。あのライブはもう幻だったと。思いますね。あ、恥ずかしながらエルシャラさん、聖和さん知ったのは聖和漫才協会のライブでした。ヤーレンズさんが会員になれた時ですってコメント来てますね。ああ。最近、じゃあ、ヤーレンズさんと、が出てる聖和漫才協会見に来てくれた。あ、聖和さん、吉本じゃないけど、バカリズムさんやアンタッチャブル柴田さんと同期ですねって。いやいや、そんなにはないよ。バカリズムさん見てたもん、俺。バカリズムさん。調べてくれてますから。それは違うよ。見てたもん。いいんじゃないですか、それで。いや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 。めちゃめちゃ上じゃん。すごいな。なんとか売れてる人は避けたいの。ありがとうございます。光一さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ふゆかさん、ありがとうございます。ゆーわんさんもありがとうございます。にんちゃんさん、ありがとうございます。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 ありがたいですね。ベガってあの、肉体戦士ベガのこと？あ、ギガです。違います、ギガです。あ、違う、あ、
あ、いや、ギガ。そうなんです。吉本にあの、クロアリっていう元コンビがいて、クロアリのベガ君っていう、本当に、あの、運のない男の子がいて。うん、男の子男の子。そうなんです。はい。私もベガ君すごい大好きで、あの、本当昔からよく出てもらってますね、あの、いや、そう、だから僕も不思議で、なんかベガーがなんか、会場いつも K プロの秋のやつもらって定期的にライブやってた。どういう関係があるのかって、クロアリはそう、もともとクロアリさんは、でもあの、キラーチューンっていうネジさんのユニットライブとか、ネジさんが、虹の黄昏さんとかってやってたユニットライブに、まあ、いたんですけど、その前から知ってて、私あの、吉本ファン団子でまだアゲアゲライブとかやってる頃の、あの、動画見て、クロアリさん面白いなと思って知って、そこから、あの、普通にライブのオファーしてっていう感じですね。それで、来たんですけども、本当なんだろうな、なんか、本当ボロボロな時期とかもいっぱい見てたんで、その、膝から崩れ落ちる瞬間とかも何回も見てるんで。めちゃくちゃ頼もしい先輩でしたけどね、僕ら、うん。うん。ジェラードンと、クロアリさんと、うん。うんいや、おかずクラブ。ああ、そうなんだな。そう。と、犬っていうので、ユニットコントライブを、うんうん、おかずクラブが売れの前からやってたんですけど、うんうん、どうやっても、クロアリさんだけ成績良くなかったんですよ、その当時。後輩連れてはいるけど。で、うん、僕が直ブラの松尾さんとかと仲いいの、うん、ベガさんが知って、うん、何あんな偽物と仲良くしてんだよ、みたいな。偽物面白いでしょみたいな。うん、いや、シソンヌとチョコプラなんて俺らがちゃんと対決したら一瞬でやれるんだから、みたいな。どいたじゃんどいたやろうじゃんその日、その稽古の時にそういう話して、次の日劇場の出番が、うん。だとクラリさん一緒で、その後に、チョコンヌっていう、うんうん、チョコプラさんとシソンヌさん。うん。応援やるとき、楽屋も、もう、入れ違いで合流することになっちゃって。うん。うん、あの、ベガさんが、長田さんとすれ違うときに、うん。うん、もう挨拶するでもなく、なんかあるじゃないですか、うん、あるあるで、右行こうとしたら、あっち、こっち、あっち、みたいな。と、二、三回繰り返して、ベガさん、すいませんでした、つって、トイレ行ってくんだって。弱っ。もう、ベガくんっぽいなどこが頼もしいんだよ、これの。いや。最悪の同期じゃん。何が頼もしいんだよ。もうめちゃくちゃビビり倒してたからな。そう。だってユイピーとも大喧嘩してたもんな。いやいや、そうですね。ユイピーと大喧嘩して、で結局やっぱユイピーにもビビってたからな。あいつ最後。あの、ユイピーに関してはもう本当に笑えないです。本当に殺すって言ってたんで。だから言ってたんだ、そう。ユイピー激怒してたもんな。ベガを殺すって。お前何年後輩なんだよ、その前にっていう。確かに。いや、そうなんですよ。吉本にそういう、ね、伝説のベガ君っていうのがいるんですよ。うん、今はもういるの？まだやってるの？あれ、今は吉本なのか。そう、それを一応聞いたんですよ。うん、だから、芸人やってんのかやってないのか、うん、その、やっぱ素人が K プロの配信出すわけにいかないじゃないですか。うんうん、で、今、どういうポジションなのって、LINE 送ったら、うんうん、その、うん、吉本興業所属の猫おじさんだよってわけわかんない。最近はね、猫と戯れる、あの、ツイッターばっかりやってますね。うんうん、確かに。そうそうそう。ただ聞いたら、あの、今年中に、あの、なんとか猫カフェをオープンさせるために頑張ってるらしいんで。経営者として。はい。次は経営者としてたら出てくれって。いや、ベガさんの話。騒動あって、今からカフェやろうと思う。なあ、このご時世で。猫猫の感染もあるって言ったのにな。ねえ。大変だな。じゃあ、もともとヤレンズさん、じゃあ、お二人とは、そのつながりで、やっぱ仲良くなったんですか？いや、そうです、ほんと。うん。うん。普段は連絡取ったりするんですか？海野と僕は、あれなんですよ。山手通りツッコミ四天王のうちの二人なんで。なあ、それ。ちょっと、ちょっと、詳しく説明してくれるかな、それ。こと、はい、どういうことでいちゃん。海野と僕が、うんうん、あの、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、山手通りツッコミ四天王のうちの二人になってるんで。でいちゃん。はい。肝心なとこを詳しく説明してくれる。え？あ、海野と僕です。あ、そこは大丈夫。うん。え？わかったよ。
なんすか、山手通りツッコミしてんのの二人なんですよ。じゃ、じゃ、そこやねん、そこやねん。そこ流すなんて。残り二人誰だ？コマンダンテの石井と、うん。猫に鈴の山源です。全員同期じゃないか。全員同期で。もう、半年に一回ぐらいその飲み会開かれるんですけど。そう。はい。もうクソみたいな飲み会ですよ。本当に金だけ払って。俺も、正直俺ももう行きたくないんだけどね。いや、お前ふざけんなよ。ツッコミ談義みたいなことするんですか？そういうわけではなくて。なんかこういう感じに なる予定だったんですけど。うん。うん。石がずーっと乗り仕掛けてきて、うん、みんながそれの処理に追われるっていうだけの、ただ疲れる回ですね。へぇ、本当に意味のない時間っすね。誰も成長しないし。まあだから突っ込みで集まっても仕方ないよね、やっぱ。確かにね。一人やっぱ、大ボケくんを入れて成長していかないと。うん、まあそうだね。うん、そのメンバーで飲んで思ったんですけど、本当のツッコミのやつ誰もいなかったんですよ。結局、デイ君も。そう。確かにね。ふざけちゃうし、うん、石井君もふざけちゃって。うん、山際もふざけちゃうんで、僕がツッコむしかないっていう状態になるんです。あ、確かに、はい。相当体力使いそう。海野も途中からもう呆れてるだけだもんな。いや、そうよ。マジでムカつくからな。ムカついてたんか。海野は割とフットワークがすごい軽いんで、うん、どこにでも来てくれる人なんで、うん、確かにね、そう、なんかジェラードンで言ったら一番腰重そうだもんな、パッと見の印象。うん、うん、うん、そうね。いや、一番軽いっすよ、うん、ね、うん、でもやっぱしっかりしてるイメージありますよね、海野さん。うん、うん、うん、全然ですよ。瀬尾さんのみ誘ってくださいよ、じゃあ。本当？全然行こうよ。で、おそらく山手通りに住んでんやろな。住んでないですよ。多分誰も住んでないですよ。あ、誰も住んでないの？どういうこと？山手通りじゃないの？もうツッコミしてんのって聞いたら、もう瀬尾さん潰しにかかってくるから気をつけないと。ああ、まずい。そんなことせえへん。いやいや、じゃあ瀬尾さんも入れてあげますよ、じゃあ。いや、じゃあ行くな。行く行く、俺。ツッコミせえ。急にしても入れてよ。急にはちょっときついって。負ける気せえへんわって言いながら来るよ、多分。そんなことない。自転車で来るからね、自転車飛ばして。自転車でね。フットワークは軽いから。瀬尾さん、自転車の名前何でしたっけ？漫才号ね。二号、二号な。漫才号二号。一号どうしたんでしたっけ？一号はどうしたんですか？一号は、自転車で高円寺行こうと思って、途中でチェーンが壊れたから、そのまま捨ててきたんで。最低。最悪。最悪。それが。業者に頼め。捨ててくれ。今2号ですね。漫才号って。漫才号だよ。そうだね。瀬尾さん漫才好きすぎて、自分のことを漫才って言い出したのよ。何年か前に。どういうこと？一人称ってこと？そうそう、うん、自分のこと漫才って言い出した時期が急に来て、うん、漫才、まあ、漫才好きすぎてっていうかね。そのものってこと、うん、そう。漫才の化身って。あると気づいたらしいのよ。うん。やっぱ賞レースも終わって、うん、こうストイックに新ネタ作り続けてる自分って何なんだろうって、見つめ直した時に、うん、あれ俺って漫才屋なんじゃないかって。漫才作ってるんじゃなくて、漫才そのものだから、そうなんじゃない、うん、そう、息をするガットのごとく、新ネタが出てくるっていう。やばすぎる。そうですね。そう、なんか、清和さん周りの先輩方で飲んでた時に、うん、その漫才の話になって、うん、いや、清和さんなんかごちゃごちゃ言ってますけど、漫才って一体何なんですかって、聞かれて、うん、漫才はそら、俺やろって言って。そこから、そっからやったかな、うん、ああ。漫才って言われてるんだけど。そうね。すごい、うん、最近は毎日ズームやってるから、ズームって呼ばれてるけど。うん、そう。漫才でズームやってるからな、もう。
ね、普通の人じゃないですか。おじさんはね、ズームの中に住んじゃってるから。ズーム。うん、あ、投げ銭ありがとうございます。かぼちゃさん、ありがとうございます。よしとさん、ありがとうございます。いいタイミングで、ありがとうございます。CH さん、ありがとうございます。ポテトさん、ありがとうございます。うん。面白いなぁ。いや、漫才妙やね。漫才。漫才のトークを前でも、うん、あの、脇田くんとしたよ。ライブで。あ、そうです、そうです。漫才のトーク漫才論みたいなことですか？リニアの酒井と、脇田くんと、うん、あと誰、はい、あと誰だったっけ？モンローズ。あ、そうか、そうか。はい。前のとで、まあ、漫才について語る、オールナイトトークライブやって。すげえ。オールナイト。結構深く話してる。オールナイト。なんかでも、そのメンツだったら、ハゲちゃん浮いてない、ちょっと。え？そんな、なんか。え、浮いてんの？ケータとか、そう、語るタイプじゃなくない？なんか一人。あ、そう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 。ね。いや、だから、なんかその、テーマというか、漫才について楽しく喋りますみたいな、うん無理だったんだけど。楽しく喋ります。そう、楽しく喋りますって言われて、うん、で、まあ、身一つで行くじゃん。そうん、だから、なんかその、うん、結構深いことを話すのよ。うん、話した、話した。その、誰が脅威ですか、うん、みたいな。うん、そういうのってさ、ちょっと、20分ぐらい考えたいじゃん。うん、確かにね。下手なこと言いたくないしな。だから、みたいな。うん、なのに、みんな即答すんだよ。うん。うん気持ち悪い。温度差があったん時。スピード感がね、すごかった。いや、すごい方したよ。うん。うん。そんなの好きだからな。そう。うん、その3人は、その、こっちの、吉本以外で言うと、万歳語りたがりの3人だから。まあ、そうやね。そう。前のもそうやね。そう。確かに。脇田にそのイメージがなかったからな。うんそう。だから、うん、みんななんか、話し慣れすぎてて、うん、このテンポが早すぎるんだよね。こう考えてる間にもう次の話題に行っちゃうからさ。いや、ちょっと、あきた、あの、普通に今、奈良原さんが話しかけたから、タメ口使ってんのおかしくない？ね、じゃあ、これは、二画面、二画面で、誰が喋ってるのかわからなくなるので、うん、ちょっと敬語で行きます、じゃあ。いいですよ、敬語じゃない。いや、海のいいんだ。だって、あの、わた、5個も上だから、歳。やめてください。いいんだ。やめてくださいよ。奈良原は先輩なのか。そうですね。1年だから先輩です、僕。1年ですよ、ね。じゃあ、脇田さんはその、うん、NSC 入る前は何やられてたんですか？本当だ。まあ、あの、工場で働いてました。あ何作ってたの？あの、パカパカの携帯の時の、うん、あの、外のカメラのレンズを。結構な工場じゃん、でもそれ。いや、そうです。そうね。じゃん。あ、それ精密機器作るから、うん、あんま髪の毛とか混入しないようにハゲがいっぱい働いてたってこと？いや、違うわ。違うの？転職じゃねえかよ、じゃあ。帽子、一人だけ帽子かぶんなくていいもんな。こんなやつ。僕落ちないんで。あ、そうなんですね。それで、じゃあ働いてから NSC 入ってってことなんですね。そうそうそう。だから25から始めてるんで。ああ、そっか。そうか。そうそうそう。なるほどね。うん。コンビあったりできてるの？その仕事はもうない、全然ない感じで。ないないない。獅子頭にしろ、ジェラードにしろ。俺らは。ジェラーはあるんじゃない？一ヶ月ぐらいかな。一ヶ月ね。え、あ、そんな会ってないの？へぇ。ジェラードンでもそんな会ってないんだ。うん。うん。いや、会わないっすよ、もう。なんかなかった、その、リモートの仕事みたいなのもなかった。あ、収録とかはありましたけど、その、うん、見かけたとかしかないです。その、あってはないです。ああ、なるほど。やっぱ見かけたですね。相方を見かけたってこと？そうです。声はかけなかったんですか？見かけたけど。話しかけたらええやん。さすがに。YouTube 割とちゃんとやってるよね、ジェラードね。うん。面白いやん、なんか。ね、在宅のあの、ね。一発ギャグというかなんかあの、なんかよくわかんないけど、あれ。変わってくやつとか面白いじゃん、見たけど。うん。一応毎日目標でやってます。ね、うん。確かに。それを見かけてるからやっぱ。脇田さんは。ムーラーはやってないです、はい。
何やってんのじゃあ。はい。何やってんのこの1ヶ月、2ヶ月。あ、自粛してます。うん、それは大事なことだ。自粛してる。大事なことだと思うよ。まあ確かに。やっぱそうなんですね。やっぱ舞台がなくないと、やっぱ相方とネタ合わせとかネタ作りとかがなかなかできないっていう感じなんですね。吉本さんも。そう、僕もね、うん。そうなんですね、うん。そうですね。でもこの形でネタ合わせとかしてますよ。打ち合わせは。結構すごい。うん。ズームで。はい。結局、なんもなんないですけど。うん、その、ね、ネタないですけど。うん、話しこうっていうだけで。うんうん。やっぱしとかないとダメですよね。やっぱ、いつの再会が来るかわからないですし。はい。キングオブコントあるかもっていう話でしょ、うん、え？ですよね。なんか噂ではなんか。そうなの？うんうん。何も決まっ、詳しくは聞いてないけど。なんか、それ誰のズームで聞いたんですかそれ。いや、俺全部のズームを管理してるわけじゃない。ズームというか、誰のズームですか？ズームで聞いたわけではないと思う。誰だったかな、なんか、うん。言ってたな、そういう噂聞いたって。ないとしたら、今のうちに発表されるっていう噂がまず。なるほどね。そうですよね。うん、早めにね、言ってくれないと、そりゃ、やるにしてもやらないにしても。うん、確かに。うん。うん、まあでもちょっと後ろ倒しじゃない？そら、今すぐやってることがないだろうか、まあね、うん。後ろ倒しな面ではめっちゃありがたいですけどね。うん、まあそう、うん、確かに確かに。ただでも主催の吉本が劇場やってないなら難しそうだけどね。うん。まあね。ね。うん。ズーム予選とかになるかもしれないね。いや。いやもう誰も面白くないだろう、ズーム予選。バーチャル背景で？背景、ズーム予選かもしれない。うん、誰も思ってないって。いや、でも、ズーム予選でもドブロックさん強そうだな。確かにね、結局、どこでも無敵だろうな。うん、あ、ジェラードンさんの架空芸人とても面白いですってコメント来てます。うん、ああ、ありがとうございます。うん、あれ面白い。あと、あの、ガラケーのカメラレンズには当時大変お世話になりました。ありがとうございましたっていうコメントも来てます。わかりました。わかりました。キングオブズームが始まるんじゃないかというメッセージも来てます。なんか、ズームの、ズームてか、リモートの、うん、リモートネタワンみたいなのありそうですよね、確かに、おうちのね、おうちワングランプリみたいな感じの、うん、ありそうですね、うん。昔あったね、あの、S1 とかね、ソフトバンク。うんうん、ああ、あったね。ありましたね。1億もらえる。1億もらえるやつ。ノンスタさんが優勝してやってね。そうそうそう、あったあった。タルさんとかね、なんか、みんな、ね、毎月すごい賞金稼いでて。そう。30秒ぐらいのネタでまず1000万稼いでね。うん、M1 優勝と一緒だからね。1ヶ月よね、30秒ネタで1000万稼いで。年間チャンピオン1億円ってすごい、ね。そしたら、ズーム勝っちゃうじゃないですか、セイワさん。え？セイワさんの時代来ますよ、そしたら。ズームワングランプリ来たら。だから、俺をズームにするのそろそろやめにしてくれへんかな。俺さ、ズームじゃないねんけど、俺漫才やってるやん。まあ、漫才やん。漫才なんかよ。俺もやばいんだよ。漫才なんか。何回も言わさねえな、漫才なんだって。本当、脇田と海野が、エルシャラさんの新ネタとか見てほしいな。いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ好きだもんな、やっぱ。エルシャラさん。うわ、ありがたい。もう、50前なのにさ。うん。ハイテンポな4分ネタやってるから面白いんだよ。いいだろ、別に。そう。何に備えてんだよ。そう。だって人気多いさ。M1 の参加資格なんか、とうに失ってるのにな。2010の段階でなかったんだから。確かに、その日の舞台の受けを、あの、これじゃ3回戦勝てへんとか、そういう基準でずっと反省するっていう、ね。まあ、それは、それはやりますね。なんか、でもそれ、錦鯉さんと違うとこっすね。うん、僕らは、錦鯉さん、ちょっと年齢乗っかって笑っちゃうとこあるんですよ。なんか。うん、わかるわかる。うんうん、でも、エルシャラさんってちゃんと普通に上手くておもろいっていう。あそうなんだよな。年齢ね、そうやねんな、乗せたいねんけどな。どっちも中途半端なんよね。俺も素人も。なんか年齢が乗りにくい。見た目。ツッコミ上手すぎるんですよ、多分。ん何上手すぎる上手すぎて多分ビビっちゃいます。お客さんとかも。なんか、上手すぎて。ああ。
隙がないというか。うん、ああ、まあでも、わかんないな。なるほど。う、うん、もう上手すぎます。その、僕はコント師ですけど、漫才師から見たら、あんなツッコミたらめっちゃいいんだろうな、とか思いますね、僕は。うわぁ、セイワさん今日気分いいな。セイワ。よかったな、今日。今日酒飲まないって決めてたのになぁ。よ、これは。じゃあ飲むなよ。飲んじゃうなぁ。飲んじゃうんかい。いや、思ってる人いると思いますよ、多分。いや、ありがたいね、そんな。うん、まあでも、うますぎる。うますぎるもでもなんかあるかもね。その。まあ、隙がない、うん。隙がない。そうですね。は、ちょっとわかる気がするな。うますぎます。セイワさん、見た目で言うとまだやっぱモテようとしてますもんね、ちゃんと。してないよ。ちゃんとモテようとしてますもんね、まだ。全然してないよ、そんな。あれでも、セイワさん、身長142ぐらいですよね。いや、もうちょっとあるわ。ちょっとあるわ。160代はある。いいツッコミでしたよ、セイワさん、今の。映像とかで見ると、セイワさん異常にちっちゃいですよね。いや、確かに、ね。嘘。本当？ああ。全然。167。シロさんがめっちゃでかく見えるんだよな、なんでかね。そうそうそう、なんかわかんないから、大巨人感。シロもそうでもないのかな ?178 とか、そうなんですよ、別に、うん。俺とちょい下ぐらいなんですけど、なんかめっちゃでかく見えるんだよな、画面で見たら。うん、あ、そう、俺そんな小さく見えてんのか。うん、でも、セイワさんコメントで、うん、おじさんっていうよりも、イケてるおじさんっていう感じですよね、セイワさんって。イケおじって。ほら。ほら。うん。まだ、セックスできるな。最悪だよ。そう。そう。いや、だから、エルシャラさんはまだ二人とも彼女欲しいっていう漫才できますからね。そうですね。その年で両者独身やばいっすよ。最近作った、作った。この間作ったバイトの面接やしね。いやもうバイトすなってもう。セイワさん、エルシャラさんのもう漫才は、そのもうなんか教科書みたいな感じでね、ほんと伝統芸能みたいな感じで受け継いでってほしいですよね。いや、教科書、結構でもどうなんですかね。確かにね、さっき言ってたその、錦鯉さんはそう作んないですもんね、そんな。うん、その、うん、テーマが変っていうか。なんかね、ちゃんと味のあるネタをやるけど、はい、うん、この前作ろうとしてたあのネタが、あの、まさのりさんが巨大ロボになるってネタですからね。で、リモコン、こういうリモコンで操るっていう。ガチャンガチャンで。28号のスタイル。あ、面白いなぁ。そう。やっぱああいう風なネタしか作るんですから、もうおじいちゃんがなんかやってるっていう。まあね、うん、俺もでも一応、シロがバイトの面接行くって言ったら止めはするで。ネタ中もうやめとけとは言って。いやいや、止めてください、それは。確かに。もう大学生と働けないからな、今。うん、一緒に。自信かしらはさ、相方後輩だよね。うん、相方後輩。うん、あってはないんでしょ全然。もう全然会ってないね。1ヶ月、2ヶ月ぐらい会ってないかも。あ、全然会ってない。うん、俺、前聞いてびっくりしたんだけど、脇田くんネタ作ってんだよね。あ、一緒に作ってます、はい。俺で本当に何もしてない人かと思ってたからさ。それ聞いてびっくりしたよ。あ、作ってんだ。いや、だとしたらあのライブ呼んじゃダメですよ、あのトークライブ。確かに。そうやね。いや、まあ、なんでいいのかなと思ってたんだけど、作ってるのがびっくりした。すごいね。でも、獅子頭は獅子頭でもう、うん、ね、やらなきゃいけないことが決まってるから大変だよね。そうね。いやでも、すごかったよね、去年とかね。もうほんと感心したもん。まだあったかと思った。いやー、まだあるんかっていう。面白かった。ねえ。めっちゃ面白かったわ、去年。いや、もう運が良かった。去年の時点でもハゲの向こう側行ってるからね。さらに、さらに、いや、そう。遠くのハゲ行かなあかんわけだから大変だろうなと思って。ね、面白い。取れないですよ、もう。あれ、面白かったわ。面白かった。うん、大阪、この前俺、今年の頭ぐらいに帰った時に、うん、はい、その、大阪の芸人に聞いたけど、獅子頭って言ってたもん。その、びっくりしたの。へぇー。うん。ハゲすぎて。そう、ハゲすぎて。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 どんだけハゲてんねんって。いや、そこかい。さっきでもさ、浜中の方もハゲてきたって言ってたじゃん。はいはいはい。だからさ、もう本当にもう一個向こう側行けんのかもね。
もう、はい、ただ3体ハゲで、向こう側行きそうだったから、もう両方ハゲの、両方ハゲの向こう側があるのかもわかんない、もしかしたら。そうやね。ね。家の種類が違うから強いっすね。そうそうそう。トレンディさんとも絶対違うから。うん。予兆ですね、向こうに行ける。そう。これできたらもうほんと大したもんだけどな、もうほんとお手上げ。もう、新時代。ハゲの向こう行くための代償、でかすぎない？そうだ。でかすぎる。今までのネタは全部捨てないといけなくなる。そう、もう全部、もう全部ダメだよ。そうか。横もハゲてるんだからなって。楽しみだな。ね。脇田は。楽しみですね。M1 もあるんですかね、でも。あ、本当だね。どうなんですか、吉本も話聞いてない、そういうのは。聞いてないですね。すごいですけどね、でも。まあ、中止な感じはあんまないですね。その、まだ、ね、まだこの先どうなるかっていう感じもありますし。本当だから、こういう活動してれば、なんか、なんかはあるみたいです。なんかはあるんだ。みんなちゃんとやってるっていう評価というか。芸人がもうちゃんと動いてるからなんかしてあげたいっていう。あっち側もあるみたいな。M1 のスタッフはとにかく熱いからね。ほんと。てか、ヤーレンさん、なんでダメだったんですか、去年。ねえ。いや、めちゃくちゃ受けてた。本当に受けてた。ハゲの向こう側に行けなかったんだよな、俺らも。ヘルカーまさかの。それともハゲてないからさ。そう。行けるわけねえだろ。去年仕上がってるんだって言っちゃったんですけどね。いや、すごい仕上がり方やったよ。いや、でもあれもだから、本当は仕上がってなかったんだよ、実は。本当に。デイ君が変な飲み会とかしてるからですかね、多分。日頃の。行いが。何してんののせい。あれで、あれでちょっと時間があれば、もっと仕上げたな。あ、でもそこでちゃんと仕上がってりゃよかったんだよ。なんかもう一回やった方がいいと思う、その飲みは。いや、行くと思っちゃいましたね、なんか。勢いとかね。確かに。だって、M1 終わりにツッコミ四天王で集まってさ、飲み会した時も海野が、レモンチューハイ買ってくれてさ。ずっと慰めながら歩いて帰ってくれたもんな。青春してるな。まあ、途中でだるいからタクシー乗ったけど。そうね。俺、いいことしてると思ったけど、デイ君帰りたそうってなって。あ、そうなの？あんま刺さってなかった。いや、最初は刺さりましたけど。後半早く帰りたいみたいな感じになってました。意外と家遠いなと思って。歩いて帰る。渋谷からでしょ？そう、渋谷から。そうね、そうね。そう。あったあった。まあね、だからまあ、やってほしいけどね、まあね、ぜひね。確かに。毎年やっぱあるものとして見たいですもんね。楽しみにしてるもんな、普通に。平和さんも芸歴無制限のなんか大会始まるといいっすね。まあ俺は始まると読んでるんだけどね。その時のためにね、いっぱい筋トレしてるわけですよ。4分でやってる。そうそう。そうそう。いや、だからそこがね、だから始まるのは始まると思ってんだけど、それが何分の大会になるか。俺は4分に合わしちゃってるから、それ10分って急に言われたらさ。10分の大会あんまないでしょ。いや、わかんないよ、芸歴制限なかったら。予選2分とかでもいけます？世話さん。2分は大丈夫です、大丈夫です。はい。2分のやつあります。ありますじゃないんだよ。あっていいだろう、別に。あれ、今、コメント欄の方に、こんばんは、肉体戦士ベガですってことで、ベガくんがコメント書いてくれてます、ね。あ、そうや、ほんと。はい。労働中。労働が暇すぎて、コメントぐらいなら参加できるかもって言ってたから。あ、見てたってことね。メガ君がね、ちょっと。お前が来ないから、ほんと V ゲームの話できなかったじゃねえかよ、みんなが聞きたい。聞きたくねえよ。みんなが聞きたい。ストロベビーさんの話とかできなかったじゃねえか。
いや、あの伝説のね、花毛さんありがとうございます。山本さんありがとうございます。石川さんもありがとうございます。はちみつさんありがとうございます。大使さんもありがとうございます。すいません、本当に。クロアリ、俺、会ったことあんのかな、もしかしたら。クロアリ、あ、でも、あ、でも、あれ、若武者出てましたよ、若武者。あ、確かに。顔を見ればわかんのかな、うん、はい。あの、本当にちょっとおかしなネタやってた子ですね。なんと言えばいいかがわからないですけど。はい。どういうことですか、ヤレズさん、今年こそ頑張ってください。もっと評価されるべき、ほんまに面白いって言ってますね。うっす。ねえ。いやー、去年の素晴らしかったよな、ヤレンズ。確かに。あ、海の聞きたいだ、海の聞きたいだろうって、ベガ君書いてんな。なんだ聞きたいだろう、うん。あ、V ゲームの話だよね。あ、V ゲームの話かな。あ、そうね。あ、こういうやっぱタイミングが悪いところもベガだよね。やっぱベガだよね。ベガ君ね、そうよね、ちょっと。そう、ベガさんね。あ、セイワさん、ズームワングランプリ開催してみたらどうですかって。セイワさん、なんで俺がすん開催側で。そう。セイワさんの芸歴で言ったらもう主催なんだよな、別に。うん、いや、なんかこれ、僕らわかんないですけど、うん。錦鯉さんとエルシャラカーキさんで VS ライブとかってやったことあるんですか、うん、ああ、あると思う。ツーマン、あ、ないかな。ツーマンないか。ツーマンはないですね。あ、まあ一緒に新ネタライブとかはやりましたけどね。うん、はやってるけど。セイワ漫才協会っていう、ま、セイワさん漫才協会作ってるんですよ。はい、うん、うん、うん。なので、それに、錦鯉さんが一緒に、はい、入ってます。そうそう。それで毎回一緒には。会長なんですよ、セイワさんは。そのバッグ見たいっすけどね。うん、ああ、二組で。新ネタ。いいっすね、それ。三本ずつくらいで、うん。全然やってみたいね。やろう。わかった。やるわ、じゃあ。いや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 。ちょ、ウさん責任取ってくださいよ。もうやるわ。絶対見に行くんで。ああ、ありがとう、ありがとう。もうやるな。もうやるわ。やるな。小島さん。小島さん、押さえておいて。はい、わかりました。押さえておきます。うん。いや、まだライブが、ライブの再開が目の立ってないんで、どこも。ねえ。え、だから、再開、あの、再開、ライブが再開しました、うん、から、一週間以内に。あ、いや、新ネタ3本ライブをやる。いやいや常にね、まあ、じゃ準備しとかないと。うん、再開しても、再開しても一月ぐらい家に行ってください。免疫力低いんだから。低くないわ。もう4人とも低いから。免疫力。大丈夫だよ、別に。確かに。大丈夫っすか、うん、でも光浴びるとこからやらないと。てか、その、K プロさん的にはどういう感じで再開させていくんですか、そうですね。やっぱまだ、まあ5月中は ね、もうダメだってなって。で、6月中のうちはお客様を入れてのライブは厳しいんじゃないかなと、正直。ああ、なんでありますね。国際、はい、国際なんとかで、なんか、展示場じゃねえわ、なんか。ん？ソーシャルディスタンスの、あ、国際フォーラムか。うん、なんか、うん、発表されてましたよ。なんか何パーセント以下入れちゃいけないみたいな。そうですね。なんか東京都の、その、うん、あれですよね、その再開する、はい、劇場を再開するなら、みたいなことですよね。うん、キャパの 20% が 30% しか入れちゃいけないとかいう。指針みたいなことをね。ねえ。ね、だからルミネキャパで言ったら、60人ぐらいってことよね、多分。うん。2メートルぐらいの間隔空けて。で、満席？そう。はい。60で打ち止めっていう。20% ぐらいしか入れないみたいな。うん。現状だから。これハイジアとかだったら何人になるんですか、だからこの数式を当てはめると。いや、ほんと、だから、ほんと10人も入れないんじゃないですか。とか、そうですよね、多分ね、うん。めっちゃプレミアチケットじゃん。そのね、お客さんに養ってもらわないといけないぐらい、芸人さんを呼んだら、そう。会場を抑えてやるだけ赤っていう。確かに。だからなんかね、屋外とかでなんか、ね、なんかできたらとかは思いますけど。青空漫才。屋外ね。ああ。青空漫才ね。うん、ねえ。で、1時間に1回。なんか古いな。いいね。青空漫才。セイワさん、漫才の形は無限ですしね。そうですね。うん。別に、外でもいいですし。うん。ね、客何人でもそら、できますからね。ズームではできますか、うん、ズームかー。ズームはちょっと無理ですね。やっぱその場に、うん、ね、
人と人とがちゃんといてぶつかり合って初めて漫才になるわけだから。うるせえな。電波通してっていうのはやっぱうるせえな。酒飲んで寝るよ早く。そう。一応ですね、漫才になってたベガ君からうちの猫カフェで大会やってくださいっていうコメント来てます。ほら、来た来た。猫カフェね。はい。ベガ君、ね。小島さんも、ベガさんも大丈夫です。で猫カフェで V ゲームやりましょう、じゃあね。はい。単位はね、小島さんはベガ好きすぎるから、やっぱ。いや、ベガ君可愛いんです、本当に。なんか、可愛い節があって、はい。いや、俺もめっちゃ好きですけど。そうですね。まあ、そろそろちょっとお時間なので。あ、そう。はい。なんか、告知あれば告知、YouTube などしてください。海野さんなんかありますか？あ、いや、まあ、ジェラードンの YouTube、はい、よろしくお願いします。はい、面白い。お願いします。あきささんはなんかありますか？あ、いや、みんな、乗り越えましょう。力強い言葉をいただきました。ヤーレンズさんは。あ、YouTube チャンネルぜひお願いします。お願いします。ゲラっていうアプリでラジオを配信してますんで。はい。はい。ゲラアプリですね。ゲラでお笑いのラジオが聞けます。はい。ということで、あ、投げ銭ありがとうございます。チャンミーさん、ありがとうございます。リチさんも、2回目ありがとうございます。カザミナニさん、ありがとうございます。すいません。本当に今回たくさんいただきました。ありがとうございます。ね、あ、野外フェスやりましょう。お笑いフェス。あ、エルジェラさんと錦鯉さん、みんな合わせて186歳でしたっていう。すごいな。すごい。ご長寿漫才大会とかできそうですね。180。でも、エルシャラさん、テンポの速い漫才やるんですよね。そうですよ。誰もね、聞き取れないかも。熱量が大事だからね。負けられないです。ありがとうございます。はい、また明日も21時と22時から配信ありますので、ぜひ、引き続き、お聞きください。はい、ということで、じゃあ本日以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。